結局今日も行けませんで、この曇り空はいつも曇ってんじゃないかな。一度上まで行ったんですけどね、着陸のベースキャンプ見えないってことで、で、また夕食、何日目だこれ。以前はここに倉岡さんや、カズさん、S さん、シナズさんはね、さっき食べたところでまあいるんですけど、シナズさん皆さんいたんですけどね、もう今じゃ一人です。一人でビールを飲んでは、Kindle を読んで、ちょっとこういろいろ書いて、まあいい時間ではあるんですけどね、今後の方向性を、これからの自分の方向性を考える。ただちょっとね、飛行機飛ばないってのは若干ストレスですよね。若干じゃない、本当のこと言うと結構ストレスですね。まあ、こんなことにもまだ左右される僕です。今さら知ったんですけど、落合陽一さん、すっごい面白いですね。相当頭いいんだろうなっていう感じしますけどね。いや、いいなぁ、こういう感性、なかなか面白い。自分が生きてる時代でもそんな時代になりそうです。っていうか、ちょっと酔ってるんですけど、またこのセットです。リブスープとサーロインステーキ。今日初めて頼んだココア、なんかめっちゃ食べてるんですけど、最後なんか甘いものがないと閉まんない感じで、まあいいかということで、動いてないしね、動いてないから逆にダメなんだけど、まあいいかということで、これぐらいが楽しみです。今10時、明日も5時出発の予定なんだけど、すんごい雨、外は。明日雨予報だったんで、雨と雷、行けっかな、行けないかな、とにかく起きます。